はい、どうもこんにちは。インスタグラムで疲れるレゾートを起こしているコメントと言います。よろしくお願いします。はい、今日もね、動画撮影していこうと思うんですけど、今日は5月28日の日曜日ということでね、今日も一日頑張っていきたいなと思うんですけど、今日かな、関西の方ではね、今日から、台風が近づいてて、結構天気がね、1週間ぐらい崩れるみたいなんですよね。まあ、なのでね、皆さんも気をつけてもらえたらと思うんですけど、実はですね、昨日、一昨日ぐらいに台風が近づいてきてるとか、台風が来てるっていうフレーズをね紹介させてもらったんですけど、まあ、あのショート動画のね方なんですけど、皆さんなんていうか知ってますか？これね、英語で言うと A typhoon is coming とか A typhoon is approaching っていう感じで言うことができるんですね。まあ、ちょっと簡単ですけど、あの単純に来てるっていうニュアンスで coming を使ったり、もしくはね接近するっていう単語の approach を使うと、それもね、まあ、接近するっていう意味だったりするので、どちらでも OK ですという感じでね、何かあったら皆さんもね、こんな感じで関連付けて覚えてもらえたらと思います。で、今日もね、あのもう一つ話をしたいことがあって、ちょっと前にね、あの僕髪切りましたっていうのを報告して、皆さんは髪切った後そのまま出かけますかとかっていう感じでね、質問させてもらったんですよね。で、そしたらね、意外とそのまま出かける人が多いっていうね、いう答えが多くて、まあ女性の方がね、ほとんどやったんですけど、そこでね、ちょっと考えてみて、あの、男の人ってね、あの、バリカンを使うんですよね。基本的に横刈り上げたりとか、後ろとかもね、今だったら刈り上げる人多いと思うんで、そしたらね、あの、細かい毛がめちゃめちゃつくんですよね。なので、シャンプーとかしてもらっても、こう、顔とかね、こう、眉毛の上とかにめっちゃ細かい毛がもう、ブツ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 みたいなね、感じでついてるんで、なかなかね、その後って、この人も髪切ったか満載やんみたいな、顔毛まみれやんって感じでね、なかなか僕の場合は出かけにくいんですけど、女性の場合はあんまりそういうのないんですかね。なんか多分そこまでね、こう刈り上げるとかないと思うんで、あ、そんな違いがあるんやなっていうのをね、あのコメント欄で気づかせてもらいました。はい、そんな感じでね、今日もまあ、あの何の話やねって感じなんですけど、英語の話にね移っていこうかなと思います。じゃあね、今日もフレーズを紹介していきたいなと思うんですけど、皆さんね、日常生活の中で、私は何階に住んでるよとか、私以前に5階に住んでたんだとかってね、何階に住んでるっていうフレーズ使うことあると思います。これ英語で何て言うか知ってますか？これ英語では、live on the 数字 floor で表すことができます。これもね、そのままフレーズごと覚えてもらうと、いろんなね、文法の中で置き換えて使うことができるので、live on the 何々 floor っていう感じでね、覚えてもらえたらと思います。ただ、この数字のところっていうのは、何々番目、まあ1番目、2番目とかっていうのを意味する、first とか second とかっていうのが入ったりするので、1とかね、2じゃなくて、そちらが入るっていうのだけ覚えてもらえたらと思います。で、これもね、発音の注意点も見ていこうと思うんですけど、まずね、最初の live と on の部分ですね。この live っていうのは、これまず V の音なので、上の歯でね、下唇の粘膜あたりを押さえて、ズズのように発音します。で、そのままリンキングするので、C の音で終わってね、次母音で始まるときはリンキングして、live on、live on っていう感じで、こうリンキングするイメージですね。で、その後の the なんですけど、これも毎回出てきてる上下の歯で下を押さえて、the, the のように発音します。なので、ここでは、live on the, live on the のような感じですね。で、もしその後に1階っていうのが入るのであれば、first floor とかになるんですけど、この floor の部分ですね。これなかなか難しいと思います。日本語で言うと、floor っていう感じで、あーになるんですけど、これ最後、r の音なんですね。なので、あーっていう感じよりかは、下を引きながらとか、下を巻きながら r の音を出すだけのイメージです。なので、floor。floor の感じですね。floor にならないように注意してみてください。で、この F の発音ですね。floor。F の部分も先ほどの V と同じような要領で、上の歯で下唇の粘膜あたりを押さえて、ふっふっのように発音します。振動を出す場合のね、ずずと同じような感じで、今回は空気だけを出すイメージです。floor、floor のような感じですね。なので、全体を通して言うと、live on the first floor のような感じですね。こう若干難しいと思うんですけど、練習しながらね、覚えてもらえたらと思います。じゃあまずね、早速一つ目の例文に移っていきたいなと思うんですけど、私は2階に住んでる。私は2階に住んでる。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、I live on the second floor。I live on the second floor のような感じになります。これもね、見ていこうと思うんですけど、まずね、先ほど言った、どこどこに住んでるっていうことなので、I live on the までは一緒ですね。で、その後の2番目っていうのだけ書いてあげたら OK です。さっきはね、例文で出した1番だったら first を使うんですけど、今回は2番目なので second を使います。なので、second floor のようなイメージですね。
で、これもね、発音見ていこうと思うんですけど、この second の部分ですね。最初の声はまあ日本語と同じような感じなんですけど、2番目の kend の部分ですね。これ手話の音になるので、あーとうの中間音とかでも OK ですね。曖昧母音って呼ばれる音です。なので強く発音するんじゃなくて、second、second のような感じになります。で、最後の d はね、これ破裂音っていう音になるので、次に母音が続かないときは音が消えがちなんですね。なので今回の場合も、second floor、second floor、second っていう感じで強く発音してないんですね。なので I live on the second floor って感じで覚えてもらえたらと思います。はい、そしたらね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、以前はこのアパートの3階に住んでた。以前はこのアパートの3階に住んでた。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと I used to live on the third floor of this apartment。 I used to live on the third floor of this apartment のような感じで言うことができます。これもね、ちょっと発音も難しいんですけど、まずね、文法から見ていこうと思います。まず最初の used to ですね。以前はどこどこに住んでたっていうことなので、今はもうしてないけど、かつては何々してたっていうのは used to 足す動詞で表すことができるんですね。なので、I used to 何々してた。何をしてたかっていうと、住んでた。なので、live on the になってますね。で、今回だったら3番目、3階なのでね、3番目っていうのを使って、third floor になってます。で、どこどこのっていうのは of を使って表すことができるので of this apartment になってます。で、これもね、発音も見ていこうと思うんですけど、で、まず最初の used to の部分ですね。かつては何々してたっていう意味で使うときは、この used to っていうね、d の部分発音してないので I used to になります。で、その後は先ほどと一緒で live on the になりますね。で、third なんですけど、これもね、th の音なので先ほど言った通り上下の歯で下を挟んで thirdthird のように発音します。これがね、大きい口を開けて third にならないように注意してください。third、third、ずっと R の音が入ってるイメージですね。で、その後 third floor のようなイメージですね。そのまま of this apartment のような感じなんですけど、この、ね、of の F の音もほとんど消えなくなると思います。なので of this、of this のようなイメージですね。まあ唇のね、下を噛む動きまでっていうのは起こってもいいんですけど、その後そのまま this に行くイメージですね。なので of this。Of this. で、最後は apartment。この真ん中の t もほとんどね、聞こえなくなってもいいかなと思います。なので、apartment、apartment のイメージで発音してもらってもいいです。はい、そしたらね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、何階に住んでんの？何階に住んでんの？ちょっとね、もう関西弁丸出しなんですけど、何階に住んでるんですか？とかっていう時ですね。これ、英語で何て言うかっていうと、What floor do you live on?What floor do you live on? のような感じで言うことができます。これもね、まず見ていこうと思うんですけど、よくね、何階とかって聞くときは、これ what を使ったりします。なので、ここでもね、what floor っていうのを先に持ってきます。で、何階に、で、何をしてるかっていうと、住んでるのっていうのを聞きたいので、do you live on? になってますね。で、ここはね、まあ短いので、そのままね、形で覚えてもらって、まあ文法のね、ルールだけしっかり覚えてもらえたらと思います。これもね、発音のコツは最初の what の部分ですね。これも前回の動画で言った通り、たまにね、こう、ふわっとみたいな感じで、F っぽい発音がね、入る方もいると思うんですけど、基本的には what、W の音から始めて発音してください。で、まあ日本語で言う和に近いような感じですね。What floor do you live on? のようなイメージです。で、この 5W1H から始まる疑問文っていうのは基本的に音が下がって終わるので What floor do you live on? っていう感じで上がらないのでね、そこも注意してもらえたらと思います。じゃあね、今日は何階に住んでるとかっていう時の live on の使い方について紹介させてもらいました。これもね、日常でめちゃめちゃ使えるので、ぜひ皆さんも練習して使ってみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching. Have a good one and see you later.